それでは続きまして憲法学者明治大学教授の浦田一郎さんです。お願いします。先ほどこれから話される弁護士の方と私たちの法律の話は面白くなさそうだなと言っていましたが、まず私が申し上げたいことは憲法9条という現実ということです。憲法9条は現実に合わないというふうによく言われます。それは戦争放棄と定めているのに安保や自衛隊がある、そういう意味でしょう。しかし憲法9条が存在しているというのも一つの大きな現実です。現実は多様な形であります。でその中から何が大事な現実なのか私たちは選ぶことができるはずです。私は憲法9条が存在しているという現実を選びたいと思います。その実現のために努力していきたいというふうに思います。それからもう一つは、集団的自衛権が容認されましたけれども、憲法解釈としては全面容認ではなく限定容認にとどまりました。それは今言った憲法9条があるからです。それからもう一つは憲法9条を守れという市民の運動があったからです。私たちは私たちの力をもっと認識しましょう。それから3つ目に言いたいことは、立憲主義回復のための改憲論というのが出ているということです。集団的自衛権の容認や安保法が違憲だというのならば9条なくせば合憲になる、立憲主義は回復すると、こういう議論が行われています。で、憲法と現実が合わないということは、少なくはありません。真っ先に私の頭に浮かぶのは、人身の自由や刑事手続きに関する規定です。現実には密室の取り調べの中で人権侵害が繰り返され冤罪が絶えません。その時に憲法から人身の自由や刑事手続きに関する規定を削除すれば人権問題も憲法問題もなくなるということになります。こんなことが立憲主義でしょうか。それからある政治風刺コントのグループがこういうことも言っていました。保育園に入れなくて待っている人がたくさんいる、それを簡単に解決できる方法がある、それは全ての家庭に保育園の資格を認めればいいんだというんです。立憲主義っていうのはこんな辻褄合わせではありません。国民が憲法の価値を認めているということの上に立憲主義はあります。私たち一人一人が憲法のどこがどう大事なのか考えていきましょう。そしてその考えを選挙で示しましょう。